どうもこんにちは、せつです。今回はですね、ガスマスクについて解説していきたいと思います。ではです、ではですね、今回はこちら側ですね、左の方を開けていってください。ポイントを貯めてくださいね。あと電源は、そうですね、電源は必要ないですね。必要ないですけど、主電源の方は必要ないですけど、このね、ジェネレーターの研究所の電源は必要ですので、あの扉をね、バンカーを開けてくださいね。ではですね、ポイントを貯めたらここ開けて、こっち側ですね、換気扇トラップがある方を開けてください。で、ランダムボックスがあるところの左側ですね、今回はここにありましたね、岩に落ちてますね。この電線ですかね、ケーブルが落ちてます。それとここにないときはここにありますね、この飛行機の残骸ですかね、ここのパイプというかね、ここに引っかかってます。で、あそこにもなかったらここにありますね、このちょっとね、草が引っかかってるところにあります。このね、近いところにありますので探してみてください。それではですね、お次のパーツはここですね、この研究所 B のところですね、のあのバンカー方面に行く方ですね、そこの、あ、これがあるところですね、これは分かりやすい、ベスパーがあるところの扉を開けてください。そうすると、このね、エレメントある方に来ますね、緑色の。で、ここですね、ここにパーツが置いてあることがあります。これですね、ガスマスクの口の部分でしょうかね、があります。で、あそこになかったら、ここの箱に置いてあります。で、あそこにもなかったら、ここですね、パークの目の前のこの箱のガスのね、隣にあるね、この箱の上に置いてあることがあります。そして最後ですね、最後はここのバンカーを開けてください。電源を入れてね、でバンカーを開けたらまっすぐ進んで電源の方面に行きますね、左側です。ここの扉を開けてください。で、開けると今度は左側ですね、儀式のある方のここの部屋ですね、ここに置いてあることがあります。それになかったらここで、ここにもなかったらこの岩、この VMP がある左側ですね、この上、岩の上に置いてあります。これを取ったら工作台に行きましょう。では工作台に来たらガスマスクを作ってください。どちらでも構いません、研究所 A と B。 作ったらこのようにね、なんかこう浮いてるけどね、はい、これで、ね、ガスマスクは完了でございます。死んじゃいましたね。ということで、今回はガスマスクの作り方を、解説しました。次回は何を撮るかはまだ決めていないですけれども、まあ、なんかこうできることがあれば、ね、他にもね、こういろいろ隠されていることがあると思いますので、何か分かり次第撮っていきたいと思いますので、また次回お会いしましょう。それじゃあまたね。あ、そういえばそのガスマスクの能力をやっていませんでしたね。胞子ですね、基本的に胞子を防いでくれます。プレイヤーが咳込みますのをもうね、ガスマスクが守ってくれるといった感じですね、といった感じでございます。ではまた次回お会いしましょう。それじゃ、またね。